こんにちは。バドミントントレーナーのゆうこです。今日もバドミントン体塾始めていきます。よろしくお願いします。今日は皆さんからの質問で多かった素振りに関するお話です。自主練で素振りをしてるけど意識することを知りたい。素振り頑張ってるけどシャトルがあるとなかなか当たらない。こんな方に向けた動画です。今コロナの影響で体育館でシャトルを打つことができず素振りを頑張ってる方も多いと思います。今できることを頑張っていて素晴らしいです。では素振りを行うときにどんなことを意識したらいいの？今日は素振りの中でもオーバーヘッドストロークのコツです。体育館でシャトルが打てるようになったときにやってきた自主練が活かせたら嬉しいですよね。今日はこちらの小島昇先生の論文をもとにお話ししていきます。論文のリンクは説明欄に貼っておきますのでよかったらご覧ください。この論文では大学トップレベルの選手にスマッシュとスマッシュの素振り、これをしてもらってその差を検証したものです。素振りと実際に打つ時の違いがどうなっているか、とても面白い検証ですよね。論文の結果によるとスマッシュを打つ時とスマッシュの素振りをする時の差は大きく3つあったそうです。これからお話ししていきますが、ラケットを持たなくてもいいのでぜひ一緒に素振りをしながら聞いてみてくださいね。わー、当てはまるかもって思うこと多いと思います。1、テイクバックからインパクトまでのラケットヘッドのスピード。素振りの時は実際に打つ時に比べてテイクバックからインパクトまでの時間が長かったようです。テイクバックからインパクト、この間のことですね。インパクトの時の速さはシャトルを打ってない分素振りの方が速かったそうです。インパクトの前に違いがあったということですね。皆さんどうでした？意外とここゆっくり振っていませんでしたか？2、ラケットヘッドが背面を通る時の高さ。素振りの時は実際に打つ時に比べてラケットヘッドが背面を通る時に高い位置を通ってたということです。ちょっと大げさにゆっくりやっていきますね。素振りの時がこう、素振りの時がこう、実際に打つ時がこう、実際に打つ時がこう、実際に打つ時の方が地面に近い位置を通ってたということですね。地面に近い位置を通ることでラケットの加速度を上げることにもつながっている、こんな風に論文では述べられています。詳しくはこちらの動画もご覧ください。3、インパクトの時の打点の高さ。素振りの時は実際に打つ時に比べてインパクトの打点の高さが低くなってたということです。シャトルがないことで無意識のうちに打点が低くなってしまっていたということですね。素振りと実際に打つ時、こんなにもいろんな差があるっていうのはびっくりですよね。ではこの素振りと実際に打つ時の差というのを踏まえてオーバーヘッドストロークの素振りをするコツをまとめていきます。今回はフォームを改善するということや定着させるというのが目的ではなく、実際に打つときと素振りのときのフォームを近づけるというのを目的でお話ししていきますね。大切なのはシャトルをイメージしよう、これです。当たり前だと思われましたよね。ただ普通に素振りをしていくと、先ほどもお伝えしたように実際に打つときに比べて打点が低くなってしまったり、スイングスピードが遅くなってしまったりする特徴があるということですよね。なので普通に打つときとの違いが素振りだと出やすい、こういうことを認識してシャトルをイメージして素振りすることが大切ですね。またバドミントンとは違う競技ですが、野球の素振りとティーバッティング、これの差を比較した大室先生の論文ではこんなことが分かっています。素振りとティーバッティングを比較すると素振りの方が目標のボールに対してのズレが大きい、こんな風に書かれています。この論文ではティーバッティングをした後同じ位置で素振りをしてください、そう言って素振りをしてもらってその差をデータで取っています。その結果、目標物があるティーバッティングに比べて目標物がない素振りでは1回1回のバットの軌道のズレ、これが大きいという結果になったようです。論文のリンクは説明欄に貼っておきますのでよかったらご覧ください。野球とバドミントンでは違う部分もあるかもしれません。ただティーバッティングを一度行い、同じところにボールがあると思って素振りをして、そう言われても実際に目標物のないところで素振りをするとインパクトにズレが出てしまう。そう考えるとバドミントンの素振りにおいてもシャトルをしっかりイメージするというのは本当に大切なことなんではないかと思います。例えば実際に打つフォームと違うフォームで素振りの練習をしていることでコートに入った時にあれ、なんかうまく打てないなと感覚が戻りづらくなってしまったり、打点が低くなって
スマッシュに角度がつかなくなってしまう。こんな弊害も生まれるかもしれません。素振りは止まって行うものだけではなくって、フットワークの中でも行う大切な練習ですよね。なので素振りは実際の動きと差が出やすいんだよ、こういう特徴を知って練習を行うことで実践につながりやすい練習になる可能性が高まりそうですよね。皆さんぜひ意識してやってみてくださいね。素振り、これで本日のバドミントン体塾は終了となります。皆さんご視聴ありがとうございました。ポカキアではバドミントンスクール、オンラインバドミントントレーナー、バドミントン選手向けのコンディショニングサポートなども行っております。詳しくは概要欄に貼っておきますので、ぜひご覧になってみてください。よかったなと思う方はぜひチャンネル登録や高評価をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。